Have a nice game,井の上です。ドラガリアロストやっていきたいと思います。現在ですね、ロックマンとのコラボがやっております。非常に熱い。これね、有効度をね500にすることで仲間になるんですけれども、無事仲間にしました。すごいいいですね。やっぱりもうザ・ロックマン、ロックマンのデフォルメだとちょうどいい感じで合うんだなっていうところがありますね。いいですね。はい、で今回やっていきたいのはこちらのね、ドラガリアフェス、一番のねメインイベントになっております。この、召喚のイベントで、前回ですね引いたんですけれども、90回ですね、90回引いたところ、まさかまさかのねクラウさんが出ました。限定クラウ、一番欲しかったんでものすごく嬉しかったんです。もうそれでね満足しちゃったなと思いきや、そうではなくまだねやりたいなというところで、やはりね今回の一押しエルフィリス、エルフィリスはねやっぱ欲しいんで回そうかなというところで、毎日ね1日1回無料、これがね10回召喚で引けます。これ一つと、ドラゴンダイヤ1200個ありますので、1283個ありますので、これを使って、10連回、合計20回ですね、 おまけで引いていこうかなと思います。早速いきましょう。いきますよ。あれ？こっから行っちゃうの？あ、ドラゴンダイヤから行っちゃう感じだ。あ、そんなことないな。ごめんなさい。ごめんなさい。間違えました。まずは無料10連から行きますよ。はい。ちょっと勘違いしましたね。さあ、ハト3は。虹来ないか。でも金が4つ。昇格あるか？昇格だよ、昇格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 、来ない、スキップですね。はい、ということで、そんな甘くないんですよ、しょうがないんですよね。はい、戻りましょう。ということで、ここからがね本番一発勝負。聖騎士を超えて、これあれか、チケットを使わないとドラゴンダイヤを回せない感じですね。わかりました。ではチケットも回します。いきましょう。トータル40連に変更でございます。出たらやめます。ちなみに今虹です。虹勝負出ました。斧、斧来い、斧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 だよ、斧、斧だよ、斧以外じゃない、斧以外いらないよ、斧だよ。あー、ドラゴン、まあドラゴンだったらよしとするか。これは想定外。まあ年末がありますからね、ちょっと怖いんですよ。僕の予想だと、もう一人ねドラガリアフェス、ドラフェス限定キャラクターでシャノンが出るんじゃないかなって予想してるんですね。リュカもまだいるし、結構まだ枠があるので、せめて、え、どうせならプルートのかぶりが出てほしい。あ、おー、ハスターだ、持ってない、ありがとうございます。やったー、ハスター出ました。嬉しい。ちょっとやばいぞ。おー、いい引きでしたね、ありがとうございます。まあドラゴンはね、かぶると上限解放ができるんで、もう上限解放終わっちゃってるドラゴンだとちょっと困るんですけど、ニーズヘックとか、もう一人いたかな、ちょっとそれは困るんですけど。はい、30連目いきましょう。いきます。はい、滑った、はい、滑ったよ。まあ、金には絶対行くんだよね。2個、金2、うわー、金の斧くすぐるなー、欲しい気持ちをくすぐるなー。はい、ということで、30連目もこんな感じでございます。まあ、雫をね回収する感じですね。忘れてました、システムを、すいません。チケットをね使ってからではないと、ドラゴンダイヤや竜騎士を使えないシステムになっておりました。ということで、ここからが本番です、すいません。ドラゴンダイヤを1200個使って、今回の最後のチャレンジとなります。いきます。40連目、エルフィリスを狙っていくぜ。あららららららら、ら金にはなるよな。1個じゃないこれ、2個だった。厳
しい。もうこれはね、今までのねドラフェスで経験してきてるんでしょうがない。はい、ということでこんな感じでございます。まああとはね単発で回しつつこの龍騎将をね使うか使わないか悩みながら過ごそうかなと思います。皆さんもね、このドラガリアロスト、ニンテンドとサイゲームズのコラボでやっております、ロックマンコラボもやっておりますので、まあ、プラスカプコンみたいな感じなんですけれども、ぜひね一度やってみていただければと思います。絵本のような世界で、結構ねリアル、ドラゴンがすごくリアルです。キャラクターはちょっとぬいぐるみみたいな、なんだろう、4頭身みたいな感じのすごいちっちゃいデフォルメのキャラクターで可愛らしいんですけれども、ドラゴンはすごくリアルで、ちょっとギャップがあるところが魅力ではないでしょうか。ぜひ一度プレイしてみてください。以上、井上 TV 商工会はドラガリアロスト、ドラガリアフェス、追いガシャをお送りいたしました。まさかの40連ですね、やってきましたが、まあ結果はね悪くはなかったっていうところですかね。新ドラゴンゲットできたんで、まあロストしましょう。引き続きですねドラガリアロストやっていきますので、見かけた方はぜひご覧になっていただければと思います。そしてね高評価チャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイ。